me.国道308号でございます。ちょっとね狭いんですけどね、これ国道ですからね。国道の看板見えないかな、すごい見えた。はい、ここにね国道308の看板が出てますけどね、はい、直進をいたします。 左方向、これね、これね、これここはどうなってんだ。ああ、これが近鉄の奈良線ですね。奈良線、はい、これ左、これで、ね、まっすぐが307号やけどね、一方通行になってます。途中までね。おお、左行きましょう。おお、ちょっと今電車が走ってるんで、奈良線の横までちょっと左に。 どれぐらいあるんだろう、300メートルありますかね。まもなく右方向です。それでここ右やね、はい。ここね、これ右に行きます。後ろから車が煽っとるんでね、困ってもやね、これ。はい。このサグラのトンネルの下を通って。 ここ右やったな、これ右行きます。まもなく左方向です。いやいや、右行かないかんでしょ、あとは間違ってますよ。右、まっすぐ行けんのかもしれんな。<笑>それから308号に出ます、これね。これ左。はい、これ左ね。これも来てないかな。 右はここにある、左来てね。お、いきなりこんな坂やった。いや、いきなりこんな坂ですか。目的地。はいはい。あと2キロあるんでね。まあ何度か走ってないけど、こうやってこんな坂と思ってなかったね。これはきついね。いつも何も考えてないからね、これ走っとくんで。はい、これはきついですわ。おお。 これ登るんかね、これ大丈夫かね、ブリードさん。ここ、あ、車か、あ、この人だ、あ、この人だ、バクバク。これ前回もこの辺で車来て重さしとったんだけどね、同じような感じやね、これ。はいはい、すんまへん。あ、どうぞどうぞ。はい、大きくないかね。
未来のことか、未来が見えない。あ、これきついね。これきついですわ。はい、すみません。こんなきつかったかね。あれは20年以上前かね、軽でこう登ることできなかったんでね、配達行った時にね、あれは台車から来た軽がね、こう登れなかった。それぐらいきついね、これ。ここからなんかバックして、なんかいろいろやったんやけどね、勢いつけてとかね、それでも登ることできなかったんですわ。はい、すまへん。はい、すまへん。はい、ごめんなさいね。ちょっと機嫌な顔されてるけどね、そこ走ってもらうと行かれへんのね。はい、ここね、ここお寺さんですね。狭いね、これ。こんな狭かったっけ。なんか何も考えてないと思ってたんでね、こんな狭いと思わなかったね。平方公園も一回歩いてんだけどね、大変でしたけどね。この横浜入ってたの平方公園やけど、平岡公園やったっけ。なんか一回行ったことあるね。一回、二回は行ったかな。大変でございます。もう歩いてありますね。これ大変やで、これ。この傾斜ね、これ乗っけていくわけにいかんねんな。みんな歩いてはんねんからな。はい、狭いわ。いや、これはしんどい。この辺はまあまあね、傾斜ないんだけどね。ああ、また傾斜が低くなりましたけどね。ほら、みんな歩いてあるわ。あ、ここ観音寺ね。お兄さん、ちょっと左寄ってもらうと、あなた通られまへんで、お兄さん。もっと左寄ってくださいね。聞こえんのかな、これ。通らへんわ。おお、真ん中来たらあかんがね。お兄ちゃん。おお、通られんて。お願いやから、ちょっと左寄ってくださいよ。聞こえへんのやろな、これ。しかも、音、エンジンかかってるけどね。はいはい、ちょっと左行って行くよ、抜くよ。ここやっと今気づいて、全然気づいてないんだわ。危ないね、あのお兄さんね。はい、すまへん。はい、すまへん。今日木曜日やけどね、やら多いね。おお、黒来た。これと行けるんかいな、これ。え、これ行けんの、お兄さん。無茶してんの、この人。この軽のうちは無茶してるわや。こんなとこで突っ込んでくるねんで。バンバン突っ込んでくる。行かれへん。こずったんじゃん、今。こずったんだよ、今、あのうちは。おいおい、こすって逃げていってもだわよ。こすられてました、ガガッと。ずいぶんこすったね、今のね。まあ、こすられてもしゃあないけどね。新車やで、こっち。頼むよ。すごいね、やっぱり傾斜が。おお、まだかい。はい。
この感じ、めちゃきついな、ここは。おお、おお、登んの、これ。ここ探してる、車。おお、おお、シートベルトがかかってるわ。はい、ここはね、41% とか 43% とか言っとるけど、この角度が一番最高速度ね。ここね。おお、これこれ。まあ、すごいね。こうやって見ると、もう壁になってるね、これ。おお、上がるか。上がるな。おお、これは急ですわ。いやーね、こすられるし、残念だ、今日は。困っとんのにね、シャーって行くんやもんな、この軽のお兄ちゃん。たらすんまへんって言ったら言うならな、腹も立たんけどな。はいはい、ここはもうちょっとだったよ。およそ700m 先、目的地です。狭いわ、やっぱりね、これ車では大変ですわ。これやるときは一回もだるいしたことないな、車しかないね。みんな歩いてるおいでやけどね、あ、すんません。300m 先、目的地付近です。お、車来てないか。はい、いい方が。はい、随分広くなったんだよね、昔はね。これ広かった、狭かったよ、これは。これこれね、右の 1m 以上広くなったんやね。これを走ったよね、みんなな、これは。狭いやつは随分広くなったんやけどね。あ、ここ歩いたことあるな、ここ。あ、あ、猫や。ここ、あ、そうか。あのね、クライドというのを、向こう側に止めてね、こうずっと歩いたことあるんですわ。今思い出した、何年か前。そやそや。ここね、歩いた歩いた。あの頃は、ただ撮っただけやからね、何にも考えずに。ね。あ、すまへん。やっぱ狭いですね、ここは。ここにね、生駒の方にお客さんがあったんでね、よくこれ配達ここを通ってたね。ここを通ると早いから時間が短く行けたからね。間もなく目的地付近です。はい、ここ石田さんに、ね、石田さんに断られてた。あー、待ってくれてる、ね、行ってもらおう、先に行ってください。はい、ここはクライアントの 455m の一番高いところです、標高がね。はい、この看板が、はい、この看板が奈良県生駒市になる、これだろうかね。おお、すごいね、これ。おお、ルート案内終了します。この仕事やってからへんだね、今日は。これまた急やね、これ。急でございます、この動くね。この上が生駒スカイラインやったかな。こっちは奈良の盆地が見えます。今日奈良行くんだけどね、この後。奈良。
渡せなくなってますからね。ね、もうまだ来たよ。まあそれでも大阪方面よりだいぶ広いね、全体的にはね。まあ人家が多いからね、奈良から上がってくる人多いんだろうな。今奈良に向かってるんだけど、奈良公園に向かってるんだけどね、わざわざ遠回りして。そして奈良に行く前にどうしようかな。あそこの日本一の名古屋の日本一のヨーロッパあれ何行こうやったかね。何や、もう一個向こうやわ。
ここじゃないんでしたわ。逃げることないよな。これどうやったっけね。これどうやったか、忘れたかな。思うてしまったりしてバックでもされたら思うんだったろう。誰か分かってなきゃならしたけど挨拶してあったけど、誰か分かってなんだけどね、もう車内に挨拶しておかしいと思うよね。え、どっちやねんこれ。直進は負荷の右、はい、右。ほんで何何、これ直進負荷、直進負荷左、はい、以前来た時ここちょうど工事中でね、どこやったかな、工事してたけどな。これはまあ覚えてまんねんけど、いつやったやろ。いやー、奈良もあっちゃこっちゃ走り回ってるからね。あの古墳を見に走ってるから大概いろんなとこ走ったね。全然あのいわゆる土地勘ないから、もう本当に遠回りしたりね。もうあんな負けれたね。今ならね、奈良がかなり分かった。